Hey, what? I'll put a day.皆さんいかがお過ごしでございましょうか。4月の15日、セイワとアツトでわたわたでございます。ということで、今日もどんどんとやっていこうと思いますが、ですね、今日の表現はですね、雨が降りそうねという会話を今日は取り上げてみたいと思います。じゃあまずは A さん、こんなことを言ったよというところから始めましょう。いつも通りに。A さんの言った一言、It'll probably rain today. Do you happen to have an extra umbrella?ね、It'll probably rain today. Do you happen to have an extra umbrella? まあこういうふうに言ったよ。で、B さんそれに対して、Yeah, here it is. とこういうふうに言いました。というこの会話から、いろいろとやっていこうと思うんですけども、まず最初のですね、It'll probably、まあこれ、It'll はいいですね。It will ね、そうかもしれない。で、それに probably というのがついてました。probably というのは、これはあの maybe とか perhaps と同じようなもので、まあ、確実性、多分っていうのを表すんですけど、まあ、probably の時は確実性が高い、ちょっとだけ高い。まあ、そうかもしれないというふうなレベルが上がるわけですね。それに、ですが、いる probably、何々かもしれない。それに、rain today。まあ、今日は雨が降りそうですね、と。そういうことですね。その後に、do you happen to have an extra umbrella?言ってます。 Do you happen to なんとかかんとか。で、これは何々を、しているとか、何々なんですかみたいな感じで聞くんですけども、そこに have an extra umbrella って言ってます。have 持ってるか。ね、extra。このエクストラっていうのは別の、または予備で、みたいな感じで考えてください。アンブレラ、傘。ですから、まあ、予備の傘持ってませんかということですね。今日雨降りそうですね。予備の傘持ってませんかそういうことなわけですね。それに対して B さん、イエー。これはイエーですよ。イエスでも、まあいいですね。まあ、この辺の答えでは、まあいろいろあるでしょうけども、その中に Here it is って言ってます。Here it is ね。この Here it is っていうのは、物を渡す時の定番表現。なんですね。Here it is っていう風に 言い方して渡します。あとはまあ、Here we are っていうような言い方もしますね。Here we are ね。これでもう、ポンと渡すと。ね、これ私たちとかいう風に訳しちゃいけません。ね、これですから、どうぞみたいな感じでこう、渡すというような感じで。まあ、ですから今日はですね、It'll probably rain today、ね。確実性、そして Do you happen to have an extra umbrella?これでまあ物を借りるときの表現ですね。それに対して、物を渡すときは Here it is というこのような、まあ三大重要表現をですね、ぜひとも頭の中に叩き込んでおいていただければなと思います。ということで明日は、これも決まり文句ですね。明日決まり文句をやりましょう。ではまた。